課題も終わったし、そろそろ散歩行こっか。散歩！どっか行きたいところある？うんとね、この前行った高いところ。よし、じゃあそこまで競争だ。やっぱりここから見える景色は綺麗だよね。 同じクラスの小永井さん。だよね。しらっとりさん、どうしてここに？<笑>ここ、うちの私有地なの。人気者な上にリアルブルジョア。それにしても、小永井さんちも猫飼ってたんだね。しかも3匹も。すっごいよ。私、猫のお話できるお友達欲しかったんだ。 これからよろしくね。うん、いけない。もうこんな時間。お稽古始まっちゃう。また月曜日いっぱいお話ししようね。バイバイ。バイバイ。ああ、緊張した。 本当に今日はびっくりだったな。まさかあんな形で友達ができるなんて。全部あなたたちのおかげだよ。いつもありがとう。